この辺りは本当にのどかな場所だよね。初めて来た時も思ったけど、なんか落ち着くな。わかるわ。私も同じよ。あのさ、ソフィー、あなたの時代のキルヘンベルはどんな感じ？え？そんな驚くこと言ったかしら。まさかラミゼルさんの口からキルヘンベルの名前が出てくるとは思わなくて。そっか、言われてみればそんな話したことなかったもんね。うん、けどどうして聞きたいの？実は私ね、元の世界だと旅をしてる途中で、キルヘンベルにはもう何年も帰ってないの。だから久しぶりにちょっと思い出したくって。そっか。でも難しいな、キルヘンベルの話。私が生まれてからずっと静かで平和で、みんながすごく優しい町だったからな。何か名所的なものはできてたりしないの？ないない、何にもないよ。本当に静かな田舎町って感じ。ラミゼルさんの知ってるキルヘンベルもやっぱりそんな感じ？ええ、本当。あの町は何十年経っても全然変わらないのね。ちょっとは変わってて欲しかった？そんなことないわ。キルヘンベルらしくて好きだもの。あ、そういえば教会もちゃんと残ってるわよね。もちろんあるけど、もしかしてパメラのこと？そうだけど、その言い方からするとパメラの秘密も知ってるみたいね。幽霊って話だよね。私も初めて聞いた時は驚いたよ。変わらないでほしいとは言ったものの、さすがに変わらなすぎなのもどうなのかしらね。へえ、いい感じになってきたじゃない。そうですか？うん、二人のアトリエって感じになってるわ。私としてはソフィーのアトリエという感じが強く現れていると思いますが。ほら、それはどうして？もちろん散らかしているからです。散らかしてなんかないよ。今は綺麗でしょ？そうですね、今は綺麗ですね。うぅ、なんかトゲのある言い方。まあなんであれ、しっかりと使ってくれて安心したわ。せっかくラミゼルから譲られたアトリエですからね。ありがたく存分に使わせていただきますよ。え？ラミゼルさんから譲られたって、もしかしてここ元々は？そう、ここは私のアトリエだったのよ。けどプラフタがすごい錬金術師なのが分かって、それなら譲っちゃおうって思ったわけ。本当にあの時は驚きました。アトリエあげるわなんて軽いノリだったので。私らしいでしょ。そっか、それで分かったよ。初めてここに来た時、なんとなく懐かしい感じがしたのは。そういうことだったんだね。うん、納得したよ。突然どうしたんですか、ソフィー？ううん、なんでもない。素敵なアトリエだなって思っただけ。